はいどうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、驚くほど髪が早く乾く裏技5選をご紹介します。髪をね、乾かすのって本当に時間がかかったりとかでね、結構大変な思い皆さんされてますよね。これぐらいでいいかっていう状態でね、半乾きで寝た状態で朝起きたら結構大変なことってなってませんか？そんなあなたに朗報の裏技テクニックになります。皆さん本当にびっくりするぐらい早く乾きますので、ぜひ参考にしてみてください。では早速ご紹介していきます。まず一つ目はタオルドライです。結構ね、このタオルドライめちゃくちゃ重要で、もうおろそかにされてる方も多いと思いますので、ここをまずね一番とさせていただきます。まずね、タオルは基本的に2つ使います。一つ目でタオルね、地肌だったりとか髪の毛の水分を取っていくと。で、この時にね、優しく地肌をこうの水分を取ってあげて、で、次に髪の毛をこう押さえるように取っていく。一つ目のタオルだけでやっちゃうとね、まだまだね、水分残ってたりもするので、その次にね、二つ目のタオルでもう一度拭いてあげると。こう、2回やることによって、結構乾きも早くなります。続いて二つ目。その後に、キッチンペーパーを使う。これね、皆さんね、やられている方って多分少ないと思いますので、ご紹介するんですけど、キッチンペーパーでね、またこう2枚ぐらいこう取って、髪の毛をこう挟んであげるんです。こうすると、タオルではね、取りきれなかった水分も、キッチンペーパーだったらね、結構あれ吸収力が高いので、かなりね、水分を取ってくれます。この状態でね、乾かしていくと結構早くなります。3つ目は、タオルを頭の上にかぶせて乾かすと。タオルをね、頭の上にかぶせて、やることによって、このね、髪の毛の状態がね、サウナ状態になる。そうすることによってね、頭の中蒸気化するので、早く髪の毛が乾きます。そのままね、タオルドライを使ったタオルでやってもいいんですけど、より早く乾かしたい方に関しては、新しいタオルでやってください。かなりこれでも変わります。タオルをね、上でかぶせて乾かすことによって、直接ね、ドライヤーの風が髪の毛に当たらないので、少しね、ダメージも軽減できます。四つ目は、浴槽から離れたところでドライヤーをすると。なかなか難しいかもしれないですけど、本当に乾かない方は、浴槽から離れたところでドライヤーをしてください。で、浴槽付近だとね、やっぱり結構湿気が多かったりとかして、髪の毛が乾きにくいっていう恐れがあります。なので、少し離れたところでドライヤーをしてあげると、乾きも早くなります。最後、5つ目は、マイクロファイバーのタオルを使うと。マイクロファイバーのタオルって何なのって思われる方も多いかなと。けど、タオルのね、この繊維が通常のタオルよりもめちゃくちゃ細かいんですね。で、それでね、乾かすことによって、タオルドライすることによって、より多くの水分を吸収してくれる。タオルタイプもありますし、手袋タイプもありますので、使いやすい方でやっていただければなと思います。100円均一とかでも売ってるので、ぜひね、気になる方は見に行ってみてください。はい、こんな感じでね、驚くほど髪が早く乾く裏技5選をご紹介させていただきましたと。タオルドライをしっかりするだったりとかはね、結構ね、皆さん知ってることも多いかなと思うんですけど、個人的にはね、キッチンペーパーを使う。これ結構使えます。なのでね、普段ね、乾かないだったりとか、まだなんか乾、ドライをしててね、ちょっとビチャビチャってされる方は、キッチンペーパーでこうね、押さえて。やってあげることによって、本当にね、1、2分は全然変わると思います。特にね、朝、現れる方に関してはね、時間が結構ないと思うので、このキッチンペーパーの方法はめちゃくちゃ使えますので、ぜひ参考にしてみてください。今日もね、最後まで動画をご視聴いただいてありがとうございました。今後もね、皆さんが綺麗で可愛くなれるような動画を作っていきますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったら、グッドボタンとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。